こんにちは、車屋の親父です。今日はなかなかレアな車が買い取りで入庫しましたのでご紹介したいと思います。マークを見てお分かりの通りレクサス RCF 2ドアクーペの5リッター V8 モンスターマシンです。今日は7月14日水曜日です。内装ナビ周りは標準グレードと変わりません。 ETC カードが挿入されていません。パネルがカーボン。シートがハーフレザーのセミバケットシートですね。運転席に座っていてかなりホールド感があります。車内なので音がうまく伝わるかどうか分かりませんが、エンジンをかけてみようと思います。若干は響いていますかね。ちょっと外に出て音を聞いていただきたいと思います。ついています。エンジンを開けてみましょう。青く塗られていてかなりスポーティーです。こちらがホイールのデザインです。タイヤは25535 19インチ、ブレーキキャリパーはスリット入りになっています。前後タイヤサイズが異なりますのでリアを見ていきましょう。こちらは27535 19インチ、可変式のリアスポイラーがついています。ちょっと動かしてみましょう。ボタンで操作をすることもできますが、高速走行中に速度が上がると自動的に上がります。下がりました。トランクの容量もクーペにしては広い方かなと思います。手前はゴルフバッグが横に詰めそうです。今日は普段あまり入ってこない車だったのでご紹介をさせていただきました。横から見ても素敵ですね。この動画をご覧いただいていいなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。